すごい人やこれ。おお、早っ早っ。スノーボードグッズも充実したラインナップが揃ってますね。こんな感じになってます。痛いよ。明日お尻に変われる。どうも皆さんこんにちは。関西エンタメの男です。今回はこう滋賀県米原市にありますグランスの奥井武器にやってきました。今回はこう来て何をするのかというとグランスの奥井武器を全力で楽しんでいこうのコーナー。今回はねスノボをやろうと思うんですけど、グランスの奥井武器さんのゲレンデの様子と施設っていうのをね全力で紹介していきたいと思いますので、皆さん最後まで動画ご視聴お願いします。ここでは服のレンタルから道具っていうのは一式レンタルできるんで、またその辺の料金っていうのも伝えてきたらなと思います。グランスの奥井武器、旧名が奥井武器スキー場なんですけど、こちらの交通経路だけちょっとだけ言っときます。今日はね一応車で来たんですけど、グランスの奥井武器さん長浜インターチェンジと、関ヶ原インターチェンジ約30分で着く場所になってます。で駐車場がねこちらに、こっちから順番にガーッとねいっぱい止めれるんですけど、駐車場台数およそ2700台止めれます。駐車場料金は1000円になってるんですけど、一応電車シャトルバスっていう交通経路もあるんで、車で来るのが難しいっていう人でも来れるような場所になってます。でね今回、まあ、一応施設紹介も兼ねるんですけど、まあ、タックウォークといえばね体を張るというところで、一応スノボーも滑れるのは滑れるから技を1個やりたいな、かっこいい技を1つ習得して帰りたいなと思います。いもちもやる。いや俺はええわ。いいのやろうよ。頑張って技習得していきたいと思いますんで、じゃあ早速グランスの奥井武器さん行ってみましょう。行くぞー、帰ってこい。これすごい人や。じゃあちょっとこれちょっと並んでいきましょう。ボードとか何も持ってきてないんで。よし、今回いもち来てくれました。いや派手なウェア持ってますな。俺もって派手なほどかっこいいと思うんで、まあ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 見た感じそうでもない。タックウォークはユニクロです。ユニクロとワークマンで挑みます。まあいけるっしょ。こけんかったらええねやろ。そういうこと、うん、こけんかったら何のもの。こけんかったらええねやろ、うんうん、余裕や。15分ぐらい今並んでるから。でも見てこれ、だいぶそこら辺まで行ったけど、誰ここに岩置いたん。俺これがサングラスしてるの知ってました。気持ち知ってた。全然知らんかった。かっこいいやぞ。かっこいいやろ、うん、めっちゃ高そうに見えるよ、うん、高そうに見える。これダイソーや。キノコノコノコ元気ノコ。ではレンタルまでもうちょっとなんで、もうちょっと待ちましょう。一番正面に見えるのがスノーボードリゾートセンターハウスという場所になります。ここの窓口でリフト券の購入ができます。1日のリフト券が大人やったら5400円、中高生とね料金分かれてるんで、回数券とかもあるんやな。レンタル受付スペースにやってきました。料金がねこんな感じになってます。フルセットやったら7000円、フルセットっていうのはウェアもつけて借りれるセットになってます。でセットっていうのがスキーの靴とパンで、ボードやったら靴とボードで、1日借りるのか12時午後から借りるのかっていう風に料金形態が分かれてます。板だけ借りたいという場合もできるんで、ここは装備を持ってる人それぞれになります。では持っていきましょう。今時やでクレジットカード対応、だいぶ便利これは。なるほど。今回僕ら並んでるんですけど、ウェブ予約っていうのもあって、ウェブで予約された方は並ばずに、こっち側並ばずにウェアとかボードブースっていうのをもうそのままレンタルしていけるっていう制度になってるんですね。しくじったな。事前予約大事やな。うん、全然調べてないわ俺。ボードのセット、ボードセット2人分、はい。じゃあ帰っていきましょう。
すごい風やな、これ。やばい。はい、どうぞ。はい。お兄さんがこっち。この上に靴を置いていきます。正面入り口から入っていきましょう。一つのなくしてしまわないように保証金ができる制度があります。一応500円を担保にされるんですけど、ちゃんとねここであのリフト券入れたら、500円返ってくる仕組みになってるんで、皆さんなくさないように、こちらお土産とウェアのグッズなんかもね売ってます。滋賀県やからヒコニャンのコーナーとかあるんだよね。もしグローブ当ててもここで買えますわ。スノーボードグッズも充実したラインナップが揃ってますね。こちらにはね、もうちっちゃい子が休憩できるようなスペースがあります。これはお父さんお母さん楽ちんやで。ということで、ブーツとボードレンタルしてきました。じゃあ早速滑っていきましょうか。よっしゃ行きましょう。リフト飛んでるね。すごい人やこれ。緊張する。乗れるかな。おお速っ。速い速い速い。そうな、リフトのこのスピードは日本最速だし、日本最速。めちゃめちゃ速いんで。怖っ。これさ、これ戻ってくるとこおったらオーラだ。何しに来てお前。スクールや。お腹痛い。可愛い子たちがいっぱいおるや。お前で、でも年々スキー人口ってやっぱ減ってねて。マジで。うん。スキーとかスノボーの人口が昨今の地球温暖化もあるし、スキー場が続々と今閉店している場所も多いみたいで、その中でもね、フランスの奥井吹さん頑張ってはるんで、いいところをね僕が発信していけたらいいかなと思います。いやー久しぶりやねこの感覚。スノーボードの靴のはめ方、このねプロテクターを立てて足入れますと、つま先から止めていきます。はい、かかとが固定できましたら、かかとちゃんをねつま先やね、かかと部分を、それから止めていきましょうと。はい、これで OK。 こんな感じになってます。壮大やなマジで。じゃあ、もち、滑っていくよ。行きましょう。はい、イエーイ。これすごいでしょ。さあ、行きましょう。はい、もち、いいね。すごい景色。もっちも来ました。スタート早すぎやわ。早いわ。早い。今のは決意たい。最高ですね。うわすごい人やなマジで。どこのねスキー場もあると思うんですけど、奥行けるラジオがあります。あのこちらはねキッズパークっていう施設になってます。1人1500円。こちらのキッズパークは日本最大級の大きさのパークになってます。ちっちゃい子と雪遊びするにはてこい場所になってます。だいぶねあの傾斜が緩やかなんで、初めてスキースノボやる子でも滑りやすいところになってます。でここね1人が無料で貸し出しもできるんで、ここからピューって滑るのもちょっとやりたいもんな。やってるの見てみて、うん、俺がやってるの見たいやろ、うんうん、バルーンパークがあります。風船で遊べる施設になってるんで、ちっちゃい子喜ぶこと間違いなし。安全面もかなり考慮されている場所になってるんで、ちっちゃい子を連れてくるにはこちらがおすすめです。ここはねファミリーペアっていうところで、初心者向けのリフトになってるんで、かなりスローに動いてくれたりするんで、あの初心者の人にはもってこいなリフトになってます。ただすごいこれ
ちょっと地図遠いけどスカイビューっていうリフトが開いたんで、ちょっとそこ目指してそこまで行こうか。行こうか。よし、ボムライクする。走れ風のようにぶるさい。あそこがね、バラエティクワッドリフトで主に初心者と中級者が並ぶところですね。モンブランペアリフトっていうところで主に中級者が使うようなリフトになってます。今なんたらさ、ここはねパラダイスペアといって初級のリフトになってますね。登山客みたいな。登山客ほんまや。あ、な、登山客おるで。さあ、こっち乗り継いだら次あっちのリフト行きます。ここはかなり急や。まだ次あそこまで。あそこがスカイビューや。ここはチャレンジペアで中級者上級者向けのリフトになってます。だいぶ高い場所まで来ましたよこれ。やっぱこの辺のクラスになってきたらみんな上手いな。女の人でもめちゃめちゃ上手い、うん、この先がある。よし、じゃあ頂上目指しましょう。ここを一旦下ってリフト上がって頂上が拝めると。じゃあちょっと下っていきましょう。じゃあね、ここ最後天空ビュー行きましょう。どうぞ。はい、どうぞ。なんか広いからかどっちの方がやりやすい。安いやな、うん、ここの方がなんかやりやすい。来たよこれ。めちゃめちゃ綺麗やぞこれ。琵琶湖へ。琵琶湖どうですかこれ。グランスの奥湯吹の頂上に来ました。標高 1200m。 みんなこうやってくつろいでます。インスタ映えしてる。おお、映えてる映えてる。気持ちいい。腹減った。奥湯吹来ましたよってね、写真撮って思い出に残る場面撮れるかなと思うんで、ぜひ、ね、スカイビューのところも来てみてください。よし、じゃあこっち技決めるか。ああそろそろ決めるな。これ君やな、帰られへんから頼むで。うん、よし行くぞ。おー、かかってこいやな。ああ、かかってこい。忘れた。一旦前向いてから1回転するっていうボード乗ってます。バックサイドはこの逆、ねじってジャンプを入れるっていうのが難しいけど、かっこいいから頑張ります。でも惜しかったんじゃ。もう一回思ったよりもついた。頑張ろう。やったとは全然さ、飛ばんやん。鬼芋ってた。いざこう吸えろと思ったらはぁーって全然あの辺のカーブずーっと密着してたのに。一旦背を向けるのが怖い。あ、うん、まあな、ヒートぶつけたらやばいなっていうのはあるけど、それ考えてたら、まあ、できんだね。よし、ちょっと頑張ります。次こそもう次で成功させる。もう終わるね。ジャンプ力ないな。ジャンプ足りてないわ。 あれってさ、片足こう乗っけなあかんじゃん。ここ使わなあかん。ここを使って飛ばんと。なるほどな。あの普通の何スケートでも一緒やねんけど、うん、よし行こう。おお、形がなってきてんの。なんか違う。おエンタ。めっちゃ怖い。でもちょっと様になってきたんじゃないでしょうか。いや、よかったと思います。クリア、うん、クリア。ちょっと息切れしてるんですけど。じゃあ次バックサイド
好きなの。ええ、あれもう終わりの流れやったほらほら、あー財布、あー痛い、今の明日お尻に割れる、おお、お起きてた、マチ、ん、下ろうか、下ろう今から頂上からね帰り道取って終わりたいと思います、うん、じゃあ最後帰り道行きましょう、よっ、妹ちゃん技やらんでいい、できるのにやる必要ない、あ、やめとくか、できんのか、もう、あ、もうできるか、できるか、瞬足とかそんなのえ、ちょっと見せてほしいねんけど、え一回見たい、俺も急にお腹空いてお腹空いた、お腹痛いじゃないか、お腹空いてんな帰り道行きましょう、行くよ、いもち、いもち、早っ、おー、すげえ、あれ雪だるま作ってはる、ゴールゴール、はい、ということでね、一通り滑ってきました、最後ね、ちょっと着替えてから外でエンディング行きましょう、 OK OK よ、 OK これはスキーあるある、脱いだ後の足がめちゃめちゃ軽い、はい、ということでフランスの奥湯吹さん反応してまいりました、施設の中ね、紹介させていただいたんですけど、皆さんいかがでしたでしょうか、まあ、大人ももちろんですけど子供も一緒に来て遊べるような環境になってますんで、ぜひね、家族でもカップルでもまた男友達女友達でも来ていただいたらすごい楽しめる場所になってますんで、皆さんぜひフランスの奥吹さんお越しください、まだね、レストランとも紹介したんですけど、レストランの動画も、別で撮ってるんでそちらの方も見てみてください、俺のスピンどうやって今ち、あ、綺麗や結構ね、スノーボードはかっこいい、トリッキングじゃない、グラトリ、グラトリやそれ、グラトリや、グラトリっていうね、かっこいい技とかも、まあ、十分ね、周りには気をつけて技の練習というのをね、やってみてはいかがでしょうか、はい、という感じでこのチャンネルでは関西のグルメ、アクティビティ、また新店情報というのをね発信しているチャンネルになっております、この情報を見逃したくないよっていう方はね、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします、またね、ツイッター、インスタグラムもやっておりますので、そちらの方もフォローどしどしよろしくお願いします、もう今年で1000人行くんで、マジで今年絶対1000人行きたいと思ってるんで、もうほんまにあとちょっとチャンネル登録です、今800人弱なんですけど、今年中には絶対1000人行きたいなと思ってるんで、皆さん本当にご協力よろしくお願いします、じゃあ最後フランスの奥息吹でいきましょう、いきますよ、せーの、グランスノー奥息吹、時間を止めてくださいね、ありがとうございました、また次の動画でお会いしましょう、バーイ、イエーイ。